とか好きなライブ行ったとか今行けないけど そんな感覚でこのクラス受けてもらえたらエンジョイできるんじゃないかな。だから合わせなくていいよ。途中で寝返りしたくなかったら寝返りじゃなくていいからね。そうで自分の中ではもうすごいお腹いっぱい超眠いんだけどと思ったら寝てていいから起こさないのでなのでお好きにちょっとお金もったいないね。そうでそういうことで少し使ってください。でこのスタジオ床暖が入っていてとってもこのリラクゼーションのヨガに向いてるスタジオです。ただ空調も少し入れてますので寒いとか暑いとか毛布とかでコントロールしてくださいませ。なのでいろんな道具持ってきて途中でも構わない。それからトイレ行きたくなったら行って。なぜかと言ったら流れたらトイレ行きたくなるから。そうなのでトイレ行きたくなったらラッキーっていう風に詰まってたなってそれがちょっと緩んだななんて思ってくれるとありがたいですね。そうなのでそんな感覚でヨガを行っていけば頑張らないヨガもあるよってことをこのクラス私週8本やってるんだけどこのクラスだけかな頑張らないヨガなのであと月曜日も結構夜も頑張ってるのでこのクラスだけが本当に、一番優しいクラスを提供しているので怖がらずに、自分の中で、お休みしたい人はお休みする水分取りしたい人は水分取るっていうことをなかなかさ普段自分の声って聞かないでしょ。こうやっておいお前大丈夫かって聞かないじゃない。その時間にしてもらいたいのでできるだけそういうコンタクトを自分の中で取っていってもらえたらそれがヨガですね。外の自分と内の自分をつないでいくためにヨガはあるので客観的に見えている着ぐるみじゃない自分とつながってください。もう演じなくていいです。ここには味方しかいない。同じヨガという目的を持って集まってきた仲間しかいないから誰もさマスク警察になる必要性もないし誰々の方が足が高く上がってるとか見る必要性もないじゃない。そしたら自分の体の声が多分聞こえてくると思うからああ気持ちいいなってところにどん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 アプローチしていってくださいませ。 OK かな大丈夫かな。 そしたら今毛があるとか聞かないから私もアジャストいかないので手引っ張ったりとかやらない今コロナだからあんまりそんなのでお任せしてますので自分の好きなところへどんどんアプローチしてくださいませ。 OK そしたら今日はどうしよう横向きのポーズからスタートしていきます。三日月と言ってじゃあ頭をこっち側にして左のウエストの下にボルスターを持っていきましょう。そしてブロックを頭の方に持ってきてこれ枕ね。で肩痛いからこの間に肩入れてそうこっち向いてねそうみんな そしてそのまんま頭をこっちに向けてごめんだから右のウエスト下かそう。そして頭をブロックに乗せて肩をゆっくりと谷間に乗せてウエストの下にボルスター入れたら両膝を曲げて揃えていきましょう。さあ両手を重ねて前に出していきます。少しそこで呼吸を入れていきましょう。高さ合ってる？なんか違和感あるところない？そう枕が高すぎる人はもう一個ちっちゃいブロック持ってきてもいいよ。自分の中で感じるね。さあ左の体に右の体が覆いかぶさるように今横になっていますね。そこから少し強肩のマッサージしていきます。吸いながら右の手時計のイメージです。ゆっくりスタートして前から頭の上そして後ろに開いて床伝ってお尻触って帰ってくるこれで一周です。吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて空中で回すとね自分の腕の重みで肩甲骨がしっかり動くから吐いていきます。リバース吸って吐いて時計の針を吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いてラスト吸って吐いていく。さあそしたら12時で止めよう。右の手指を遠くに頭の延長線上脇を広げて少し寝る。そこから右足をストレートマットと平行に伸びるだけ。さあ少し右の骨盤が空に引き上がりました。Cカーブでストレッチしていきましょう。寝てるだけ。そして右の内臓に呼吸を入れるだけです。
詰まってる脇の下、肋骨十二本の間、足の付け根、ももの外、そしたら右の膝のかかとを膝を曲げて後ろに置いてみましょう。さあ少し上から見ると走ってるみたいな感覚です。自分の足の重みで右足が空中になりましたね。さあ少し右の骨盤や足の付け根が痛気持ちいいところ、さあそしたら右足を左足の上に戻しましょう。今度は右の手をさっきと同じように後ろに開いて胸を空に向けてお休みします。ツイストです。後頭部をブロックに、手つかなくていいよ。きつかったら肘曲げてだらーんと胸を空にリラックスする感覚、ワニのポーズと言います。一番前の人ごめんね、ライトがこれ以上ちょっとリモートで消せないので眩しいかもしれないからまぶたを閉じていいです。さあそしたら左手の上に右手をもう一度重ねて股関節を少しストレッチしていきましょう。右の膝を外にオープンして空へパカンと開く、吐く息でゆっくり閉じて風船を股関節で割りましょう。吸ってお膝を空へ、吐く息でクローズ、吸って開く、吐いてクローズ。意外ときついと思います。吸って空へ、吐いてクローズです。さあ吸って空のままホールド、大きな呼吸入れる。さあそしたらゆっくりと足を閉じて頭の下のブロックを抜いて、今度は手枕と言って肘を立てて右の手のひらの上に頭を乗せていきましょう。さあテレビ見てる感じ、そこから全く一緒です。右のお膝を空にぐっと引き上げたら右手で膝小僧を持ち、その膝小僧を脇の下の方にぐっと引き上げていきましょう。もう一つもも外に開いてホールド呼吸、寝てるだけでいいよ。自分の中で足の付け根が気持ちいいなってところに、こういうふうにね、止まったことでだんだん逃げたくなる自分が生まれてくるようなヨガ、インヨガと言いますね。そこにとどまって欲を隠す、足首をゆっくり回していきましょう。ドリルをくるくるするみたい、反対も。人間って面白いね、高尚な動物だからね、こんなことができますね。さあそしたらゆっくり内側から足の親指を2本指ピースの指で持っていきましょう。親指と人差し指を両方入れて人差し、足の親指と人差し指の間にピースの指を両方入れるのね。で親指を2本指で持つの、これヨギ投法と言います。さあそこから自分が気持ちいいとこに右のかかとを空に蹴ってみましょう。アナンターサナ、女神のポーズと言いますね。オプション1の人空、オプション2、私もうちょっといけるわって人、
右のかごめん左のかかとを後ろに蹴ってみますね。少し開いてみる。さあ呼吸、体は呼吸で伸びていくし、呼吸で瞑想に入れる。空にかかとを押す力で自分の体を保っていきましょう。自分の関節を今伸ばしているところからあと一つ内側から感じる。大腿骨、足の付け根の骨頭は結構ね、おへその下あたりまであるの。だからおへその下あたりから股関節を開いてあげるようにして、大腿骨頭の付け根から開いていく。グッドです。そしたら右足をゆっくり曲げて、手を離しマットの前の方に、ごめん左足ね、立て膝していきます。さあ下の右の足をまっすぐ下に伸ばしていきましょう。そして左の足を自分の方によいしょと引いて、このお尻叩きましょう。今使ったお尻気持ちよく叩いていく。さあここから内転筋です。動きを止めて手を楽にしたら、下の右の足を床から持ち上げていきますね。さあ頑張れ、足首フレックス、かかとで押し出しましょう。静かな小さなお腹の中の力を使っていきます。疲れたら下ろしてね。大丈夫だったらもう少し頑張る。長いときついね、結構プルプルくるね。そうです、普段使わない筋肉に一回アプローチかけます。そうすると緩むから、緊張した後のポンと緩んだところを楽しんでね。やってるときじゃなくて後の方が楽しみ。限界限界下ろしていいよ。そしたら左足を右足の上に重ねて気をつけしてください。さあ一回右手を伸ばし、左手覆いかぶさるように手の甲の上に手のひらを置いて、三日月のポーズ、気をつけて寝るだけ、エビダメよ。呼吸、足の長さ調整してますね。腰が悪かったりとか自分の癖によって、足ってね悪い方が長くなっちゃう、腰が落っこって、だから腰骨から調整入れてます。次ウエストシェイプ入れていきます。人魚のポーズ、ゆっくり手をついて、お尻後ろに突き出さず、上半身の頭のてっぺんを空に持ち上げて、起きれるとこまで起きるだけ。縦肘でもいいよ。そう、いける人は少し押して足重ねたまま、こっちのウエストが縮まってこっちのウエストが伸びてきたらそこにいましょう。グッと人魚のポーズですね。苦しくなったら降りてね。そう、大丈夫かな。高
くさん上がって後悔してる人ね、そうちょっと降りていいからね、きついね。そうです。グッド。そしたらね、右の足を少し外に曲げて、ごめん左足で、その左足をうつ伏せになりましょう。こっちへ倒して、そう、そしてゆっくりとお腹の下にボルスターを入れて、鏡の方に向いて縦肘しましょう。肩の下に肘が来るところにボルスターを挟んだら、ももが、ボルスターにタッチして、お膝が90度になって土踏まず床。そこからね、できるだけ足の付け根と恥骨を床の方にぐーっと押し付けていきます。静かな背筋、首が陥没しないように、亀さんが首をにょっきり空に引き上げるような感覚でお尻を押し付けましょう。床の方にゆっくり押し付けます。トカゲのコブラのポーズです。呼吸、これもいいヨガ。頭頂だけを空に引いて顎引いといたら寝ててもいいからね。胃を顎で引っ張ってあげるような感覚で顎を引きましょう。さあ、そしたら後ろの右の足を曲げて、左手で右のつま先を後ろから持って、かかとをお尻の方に近づけてみましょう。きつい人全部寝てもいいです。そう、縦肘で起き上がれたら少し起き上がった状態で足の付け根をしっかり伸ばしていきます。そこから左の肩のストレッチ、外から土踏まずの方を持って、そしてすねを後ろに蹴って、上半身あと一つ上に引っ張りましょう。左の肩後ろに引けると肩こり治って二の腕シェイプになりますね。足で上半身を支えてあげるような感覚です。そうそう、やった。呼吸で緩めたり伸ばしたり、緩めたり伸ばしたり、ずっと頑張らなくていいよ。そう、全然大丈夫です。さあ、そしたら両足を伸ばしたスフィンクス、ライオンのポーズですね。内臓の下にボルスターあるから、ちょっと食べたばっかりの人苦しかったらボルスター抜いてもいいよ。そう、そして頭頂空で顎引きましょう。このライオンのポーズもいいヨガのポーズです。ただ止まってるだけで結構背筋使うからね。頭頂空、肘で床を押して、手を平行にするのもいいかなと思いますね。さあ、オプションです。いける人、内側のボルスターに肘をかけていきましょう。あと一つ上がる。きつい人戻って、お尻床よ。肩甲骨をぐっと外に開いて、そう、これもインヨガのコブラのポーズ、ブジャンガーサナ。きつかったらボスさん前の方に出すといいよ、うん、自分が後ろに下がる。OK、反った腰を丸めたいです。一旦肘を緩め、両手をボルスターに置き、おへそを丸めるように後ろにゆっくりと、さあ正座になって、足の親指と親指つけて、かかとハの字、座骨をかかとの上に乗せたら、ボルスターの内側におでこを下ろし、腰を丸めましょう。肘もリラックスする、チャイルドポーズ。足の付け根圧迫して、背中や腰が空に広がる呼吸を入れる。今テンションかけてた椎間板リラックス。
吸いながらゆっくりロールアップしていきましょう。そしたら寝っ転がる横になるポーズ、反対側行くので正面向いた方が楽だから今度は足元向こうにしましょう。そして左のウエストの下にボルスターを入れ、ブロックを頭に引く人はブロック頭ですね。お膝を90度曲げて横になりましょう。足を重ねてすねを重ねていきます。左手の上に右手も重ねて楽なところに枕を作ってください。まずここで少し休憩です。左右の違いを感じ、心地いい場所にボルスターが入っていることを確認するね。そうです。準備できたら右の肩を回します。右手時計で12時、後ろの3時、6時通って9時に戻ってくる。繰り返しましょう。吸って吐いて、重みを使ってね、手の、うん、吸って吐いて吸って吐いて吸って吐きます。リバース、吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸って吐きます。さあ12時、指先遠くの頭の延長線上の床へ。右足をマットと同じラインに蹴る。さあまず三日月、上が C カーブになっていることを確認しましょう。右足を膝を曲げてみる。ももちゃん、右足を左足の上に戻し、右手を後ろに開いてツイスト、ワニのポーズ、胸仰向け、目線いける人は右の方へ、空でもいい。さあゆっくり戻して手を重ねたら内もも筋いきましょう。吸いながら右足をひし形に持ち上げて膝を空へ。吐く息でスローリーで風船を股関節で割ってあげる感覚。吸ってオープン、吐いてクローズ、吸ってオープン、吐いてクローズ、吸って吐いて、ラスト吸ってキープよ。右の膝小僧をどんどん空に開いて止まる。
けゆっくり戻します。さあそしたらブロックを取って左手手枕で上がっていきましょう。頭を手のひらに乗せて肘をつく。そう、そこからゆっくり同じように右足を空に開いて、そーっと右手で膝小僧を持って脇の下に引き寄せ、股関節あと一つ開きましょう。いた気持ちいいところでホールド。呼吸の瞑想を止めないで。さあ右手のピースの指で右の足の親指内側から2本指で持ったら、足を空に蹴ってみましょう。余裕のある人後ろに開いてみます。さあ女神のボスアナンタさん、いた気持ちいいところをどん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 伸ばしてあげて、緩めてあげて、そしたら右の足をおへその前に立て膝するようにしたら、下の左足まっすぐマットと一緒に伸ばしちゃいますね。そして右のお膝ちょっと胸の方に引き寄せて、自分が楽なところ、お尻叩きましょう。使ったお尻ポンポコちゃん、座骨ストレッチね。そうそう、そしたらそーっと右手楽なところに置いて、左足を床から10センチぐらい持ち上げるよ。足首フレックス頑張れ。疲れたら置いてね。頑張れる人は少し1分ぐらい頑張っていく。弱い方あるね、自分で感じてね。1分意外と長いね。プルプル楽しんでね。お疲れ様、ゆっくり下ろす。さあそしたら右足を上に重ねて、足首フレックス気をつけしたら人魚のポーズ、起き上がっていきましょう。自分が起き上がれる範囲よ、縦肘でもいいし、そう自分に聞いて足揃えてお尻を落とさずに立ち上がるだけ。そうそう、頭頂空ですね。頭を空に引き上げる。グッ、結構左右差これですごい感じると思います。腰が悪い人、私腰悪いんで、すごい左右差あるんですけど、そう。同じですね。止まることで効果を上げますね。自分の弱さと戦っていきましょう。
お疲れ様。三日月のポーズ。手伸ばして、手の甲の上に手のひら持ってきて、伸びるだけ。右のウエスト伸ばしましょう。気持ちよく内臓を伸ばす。肋間筋開いて。猫背にならないようにまっすぐ。そしたらゆっくりうつ伏せになるときに右足をトカゲのポーズ、お外に開いて90度曲げましょう。恥骨床のとこまで下がっていいです。そして脇にボルスター挟んで縦肘で起き上がってみましょう。足首フレックス、土踏まず床ですね。そう、右足外に90度曲げて、で起きるだけ、頭頂空で起きるだけ、顎引いてね。そう、そしてお尻上がるでしょう。だから足の付け根床に押し付けてね。そうです、足がトカゲ、上半身コブラのポーズです。肩を耳からお外に回して、ぐーっと首がいつもヨガは長い状態をキープする。で、顎引くとね、ちょっとジャランダラバンダといって、この喉のバンダがぐっと奥に入りますね。さあ、左足を曲げて右手でキャッチしていきましょう。かかとをまずお尻に近づけてみますね。右手で左足ね、大丈夫そう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 。で、その足を持ったまま蹴って、で、右手が伸びて上半身が少し引っ張られるところに蹴りましょう。左のすねを後ろに蹴ります。足を伸ばそうとして、そう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 、恥骨を床です。OK です。ゆっくり縦肘に戻して、両足を後ろに伸ばして腰幅です。恥骨を床に置いて肩の下に肘。さあ、そこから両方の足を90度膝を曲げて、かかとを空に引き上げましょう。意外ときついです。恥骨床に押し付けて上がってる人、できるだけ足の付け根床です。さあ、そこから膝よりもかかとが外に行くようにちょっと開いてみましょう。 X 脚のポーズです。太ももの後ろとお尻がキュッとなったら正解です。お疲れ様。足の内側と内側コンコン叩いてみましょう。グッドです。今度は両方のつま先をじゃんけんのパーにしたら、そのまま後ろの床にゆっくり下ろして膝小僧を離してみます。 OK。 そこから恥骨も離せる人、肘とつま先で押してお尻ちょいと持ち上げましょう。30秒頑張ってみる。
お疲れ様、ゆっくり下ろして楽なスフィンクスのポーズに戻しましょう。同じ両手胸の脇、お尻後ろ引いてチャイルドポーズ、バラーサナ、腰丸めてリラックスしましょう。吸いながらロールアップしたら、水分取る人水分取って、今度はこっちの方にボルスター持ってきて、休憩終わったら膝小僧の下にボルスターを入れていきましょう。縦膝してかかととお尻で挟んで、ここに穴作りますね。ヨガの前屈は下っ腹とももがタッチすることすごく大事です。ここが圧迫するように前屈をしたら、両手を外からいて肘と肘をつなぎましょう。そこから足首フレックス、お腹とももが離れないところまでかかとでよちよち前に歩いてください。たくさん伸ばしてお腹にスペースができるようなら、たくさん伸ばさなくていいから、そのまま前屈、自分のここをね、弱くね、こことここがいつも弱かれてる感覚でギューッとプッシュしましょう。そして頭の力抜いていきます。脱力、自分抱きしめるポーズね。抱っこしていきましょう。そしてすねと顔がどんどん近づいていくような感覚です。前屈を深めて、吸いながら両手抜いてゆっくり起き上がってきます。さあ、イメージ今と同じ感じです。一番先にお腹、下腹部がももの上にタッチするようにゆっくり前屈したら、両手つないで右足の後ろに入れていきますね。そこから右足だけ持ち上げてみましょう。あとは力を抜いて前屈します。きつくなったらかかとを下ろしてください。大丈夫な人は持ち上げときます。深い呼吸を入れて、そんなにロングじゃないです。さあ、次のポーズ、弓矢のポーズです。吸いながら足持って起き上がったら、右の膝を手前に曲げて脇の下の後ろの壁に貫通するように引きましょう。脇に膝を挟む感覚です。ホールド、アーチェリー、こう弓矢を引く感覚で、まっすぐね、ガニ股や内股にならないように股関節を伸ばしていきましょう。座ってるだけでいいよ。あとは呼吸を入れるだけ。アーチェリーのポーズ。そこにとどまってみて、いろんな筋肉が感じると思う。もうちょっと負荷をかけたい人は、息を吸いながら手を後ろに引いて、吐く息でかかとを前に蹴るときに手で抵抗する。そうすると半分のハッピーベイビーポーズになります。腹筋が入るね。みんなすごく綺麗。ゆっくりその足を左のももの上に数字の4にしましょう。重ねる。
そしてこことハートがタッチするように前屈するだけ。抱っこ抱っこ。ハリアナのポーズ、ボルスターバージョン。余裕のある人、右の足首フレックス。そしたらゆっくり上がって、右足を今度はマットの外に立て膝してください。土踏まずが正面向いちゃうような感覚で鍵括弧作ります。右手膝の内側から後ろの床に肩入れて、左の手胸からお空、その左の手を手のひら後ろに持ってきてくるーっと肩回して、右のももの付け根を掴んであげる感覚です。余裕のある人、右手のひらを後ろに返し、肘を曲げて後ろでつないでいきましょう。呼吸です。無理な人は右の手肩入れたままホールド。オプション1の人ね、オプション2の人ね。左の胸お空よ。こっから行きたい人だけ右の足首フレックス、かかとで外に右膝を蹴っていきます。あら、私無理なんだけどって人はそこにいてください。胸仰向けです。顎のデコルテを伸ばして、吸いながら膝を曲げてゆっくり戻して、さあ両手抜いたら足キープ、膝の下にかかと、お尻離れてもいいから左足の前に前屈、右の膝小僧空よ。OK、 ゆっくり右足も前に伸ばし、一度何も考えず前屈してみましょう。右と左の声を聞いて違いを感じる。パスチモータナーサナ。さっきより前屈が深まっていることを感じて、内臓がももの上に乗ろうとする。そうそう、肩力抜いていいよ。手も楽なところに置いて、ヨガはリラックス。ワン、ツーってやるの、スポーツクラブね。リラックスするとね、体のね、扉が開くから。そしてホルモンとかね、神経とか血液が流れ出すからね、頑張ってる時と頑張らない時の差がすごい大事。さあ両手ね、さっきの癖と反対に親指覚えてたらつないで、左の足の裏に入れてください。左足が持ち上がる人は持ち上げ、少し前屈入れます。無理な人は置いといていいよ。利き足が分かると思います。さあ吸いながらゆっくり引き上げて、アーチェリーです。すねが床と平行、足の裏正面向いたまま脇の下に膝を挟むようにしましょう。
3正面向いて自分でバランス取れる人、そして腹筋使いたい人はかかとを前に蹴り手を後ろに引くね。そしてお腹にグッと力を入れていきましょう。肩じゃないです。グッと、すごい綺麗。弓矢のポーズ、股関節のディープストレッチです。そこに留まることって結構な修行だと思いますね。さあ数字の4です。外くるぶしを太ももの上に、そして前屈するだけ、ハートとふくらはぎできるだけ近づけましょう。抱っこ、スチュランドラーサナ。膝の後ろにボルスターある分だけ床でやるよりも上半身が倒しやすいです。吸いながらゆっくり起き上がってきたら、左足を外に立て膝します。土踏まずが正面向くようにお外に開いてみましょう。 そして自分の左手を膝の内側から肩入れて後ろに置く。右の手ハートからお空、その手後ろに回して右のももの左のももの付け根、左手返してつなげる人つなぐね。右のハートが空ね。呼吸、もうちょっと負荷かけられる人、足首フレックス、左のかかとを外に蹴りましょう。膝を伸ばす。OK、 一個前戻る。手離して立て膝に戻して、土踏まず正面、膝の下にかかと、お尻離れていいから右足の前に前屈。OK、 ゆっくり両足伸ばして、今度は足を揃えて前屈してみましょう。ももと足タッチしてから抱きしめるように前屈していきます。一番深い前屈、腰から前、おへそと恥骨の間を伸ばして、腰と尻尾の間を少し伸ばしていく感覚。吸いながら上がってくる。そしたらボルスターを少しだけ前に出し、正方形になるように足の裏を合掌して、足首、足の裏、ボルスターに乗せて、ここ正方形、膝90度にしていきますね。ぐっとそこから両手膝小僧、少し後ろにもたれかかり、おへそを後ろに C カーブで腕を伸ばしましょう。おへそを見る。腹筋使って倒れないようにね。もっと後ろに倒れて、もっと後ろに倒れて。OK、 そこから船に乗ってる気分で右のお尻と左のお尻交互に離してみる。気をつけて、結構なバランスが必要でございます。そうです。OK、 真ん中で止まって、あと一つおへそ後ろ、
おへそが腰にくっついちゃうぐらいの呼吸。顎引いて喉閉めて背中開く。OK、 吸いながら背骨をまっすぐに起き上がってきて、両手体側、吸いながら右手上げる。お尻離れないとこまで左手を横にスライドして体側気持ちよく伸びる。目線どこでもいい。その代わり背中後ろの壁にくっつける。上がってる右手、足の真ん中、左手お尻の後ろ、後ろ見てツイストする。両座骨床、センター戻って、吸いながら左手上げて、吐く息で右へスライド。左手真ん中、足首、右手お尻の後ろ、吸って背骨伸ばして、吐いて目線後ろへツイスト。背骨に呼吸よ、内臓にたくさんのプラーナを送り込んで。すごい綺麗、みんなちゃんと起きれてるし、お尻で押せてる。このあとタラーサナ、そしてシャバーサナ入ります。タラーサナスターポーズ、この正方形のまま丸いまま前屈して、その後ゴロンと横になるから、そうするとね、椎間板が掃除できるの。丸くして椎間板開いて、その後に仰向けになるととっても気持ちよくて、いろんなものが椎間板から出て浄化されますね。さあ、そしたらブロックを持ってきましょう。ブロックがおでこや顎の枕です。これを足の上や、そう、持ってきて、そこに前屈する。体柔らかい人、ブロックなしでもいいです。自分の中で高さを決めて、抱っこして何かを置いてください。頭って5キロあって重いです。なので置こうとしますね。ブロック立てて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 、おでこ置いて、そうそうです。ブロックって3方向あるからね、いろんな形になるから、そう、それを正方形のまま前屈する。きつい人足引っ込めていいよ、もっと。でボルスターの向こう側に足首を下ろしてもいい。膝の後ろにね、ボルスターあると結構楽です。目をつぶったまま起きないで、そのまま仰向けにコロンと横になる。何も考えないで、そのままコロンと横になります。目つぶって背骨一本ずつゴロ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 ンと横になって、足パターンとリラックスして開く。そしてボルスターにポーンと乗せてお休み。さあ、必ずのチャンネル開けましょう。関節を全部緩めて、奥歯と首の後ろをリラックスしていく。
バラバラになったパズルを一つずつはめていきましたね。定着の時間。遠くの意識をまず呼吸に戻し、お腹から呼吸を気持ちよく全部吐いていきます。何度か腹式呼吸繰り返して、呼吸の体中の取り込みやすさを自分の中で感じる。つま先や指先まで呼吸を送り込むように、深い深呼吸。指先、足の指先からゆっくり動かして、頭を左右にコロンコロン、さあ両膝を立てて、お膝をゆっくり胸に抱っこ、尻尾の骨まで大地から離さないように、呼吸を背骨に入れてみて、お腹を圧迫。
体左右コロンコロン、背中腰のマッサージ、床を使って霧のいいところで右側にコロリン、お膝と鼻が近づくように一つ丸くなり楽になりましょう。お母さんのお腹の中に戻る時間、胎児のポーズ。さあもう一度自分の内側の声に意識を向けて、自分の静寂な自分とつながっていく時間、本当の自分の声を聞いていく時間。深呼吸、吸いながら空のエネルギー満載して。